卵子凍結とは将来の妊娠出産に備えて事前に卵子を採取し凍結保存しておくこと。アメリカでは2009年に卵子を凍結した人は475人、そのわずか9年後には13,275人とめちゃくちゃ増加しているんです。またサイバーエージェントやポーラといった企業も福利厚生の一つとして今年から費用補助を始めたんです。めっちゃいいじゃんと思うけど、注目したいのは学会の反応。実は基本的には推奨しないという見解を発表しているんです。近年、病気じゃない理由で卵子凍結する若い女性が増加している。それは卵子のリアルが分かってきたからと言われているんだ。大きく2つあって、リアルその1が年齢に伴う数の減少。実は母親のお腹の中にいる時、すでに700万個の未熟な卵子を持っているんだとか。それが生まれた時には200万個に減っていて、10代で30万個に。生理のためにその数は1000個以上も減っていくそうで、もちろん個人差はあるけど、30代半ばにはご覧の通り。これ驚きだよね。そしてリアルその2が、年を重ねると妊娠する力が落ちちゃうこと。妊孕性っていうらしいんだけど、年齢とともに受精後の細胞分裂がうまくできなくなっていき、個人差はあるけど35歳を過ぎると妊娠しにくくなるというデータもあるんだ。だから卵子凍結を選ぶ若い女性たちが増えている。確かにこれを知ると凍結しようかなって思う気持ちもわかるよね。卵子凍結が一体どのように行われるのか気になるよね。凍結までには大体2ヶ月の準備期間が必要なんだけど、まずはじめは採卵が可能か、子宮と卵巣の健康状態をチェック。それをクリアしたら次は卵子を育てていく。ホルモン剤を定期的に投与し、一気に複数個も育てる。1個じゃないんだね。投与する過程でホルモンバランスが乱れ、生理痛みたいな痛みを感じる人もいるんだとか。そして卵子が十分に育ったら採卵手術を実施し、ついに卵子凍結。時期が来たら体外受精の手法を用いて妊娠の準備を進めていく。で、出産に至る確率はどのくらいかというと、2020年スコットランドで開かれた生殖医療の研究者が集まる会議では、凍結卵子を使用して新生児が生まれる確率は 18% という報告もされている。つまり卵子を凍結したからといって確実に妊娠できるわけではないんだ。融解といって卵子を解凍していく過程でダメになってしまうことや、受精して胚にならないこともある。改めて妊娠っていうのは当たり前のことじゃないんだなと痛感するよね。さらに、どれだけ若い時に卵子を凍結させたとしても、年齢を重ねてからの妊娠出産にはリスクがあるってことを忘れちゃダメ。こうしたこともあって、日本の学会は総じて慎重な見解を示している。そして忘れちゃいけないのがお金の話。卵子の採卵、凍結、保管など全部でかかる費用は50万から100万円ほどと言われている。もちろんそれだけじゃなく、凍結卵子を実際に使用するには卵子を溶かす融解、さらに体外受精の費用もかかるよね。こうした中、アメリカではより安価な値段で卵子凍結を受けられるサービスが登場。2015年に誕生したあるクリニックでは、オンライン診察の活用など徹底的なデジタル化を図り、大幅なコスト削減を実現。従来の 30% ほどの値段で卵子凍結を受けることができるんだ。今こうした女性の体の悩みを解決するフェムテック市場が盛り上がっている。今後卵子凍結に関係する安価なサービスが日本でも増えていくことが考えられるよね。病気の女性のために始まった卵子凍結。女性の社会進出が進み、ライフスタイルの変化とともに注目を集めている。子供を授かりたい人たちにとって身近な選択肢になりつつある現在。いい面も悪い面もしっかりと考えていきたいね。